T006 は、東芝が開発、製造し、富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって発売された AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1X ウィンター用音声用端末である。製造型番は TS006W65T の実質的な後継機種である。端末形状は全く異なるが、 機能的には既存のレグザフォーン T004 及び x 零をベースとしている。本機種は20代から30代の女性ユーザーをターゲットとしており、IPX5、IPX7 等級の防水機能や、下り 9.2Mbps、上り 5.5Mbps の高速マルチキャリアデータ通信による Win ハイスピード、Wi-Fi Win、EG アプリなどの多彩な機能に対応している。 本機種は旧、東芝モバイルコミュニケーション社が最後に単独で開発、製造したフィーチャーフォンでもある。そのため2011年夏モデルまでの東芝ブランドのフィーチャーフォンに関しては富士通東芝名義での開発、製造となる。など、ありがとうございます。